安倍房さ郎から1937年5月12日は、日本の実業家、政治家。続籍は、滋賀県平民。大見国彦根出身。辻健造の長男。安倍家の養子となり、1896年に分家して、一家を創立する。1892年、慶応義塾生家を卒業。1894年、大見銀行。 1900年、大見聖油取締役、1901年、安倍政子専務、1904年経営不振の金金聖職に専務として入り、再建に尽力する。その後、金金聖職は1906年に大阪宝石と、1914年に三重宝石と合併して、東洋宝石が発足、山部武雄社長の下で専務となった。 1926年に社長に就任。また昭和0ン、広志豊部を各社長、工芸電力、王子製氏、後藤紬閣、取締役、大阪商工会議所顧問、第二本宝石連合会会長などを歴任した。1931年には、貴族院直選議員となる。美術収集家としても知られる。インドやビルマをはじめ海外への販路を開き。 ン布の輸出を促進する。住所は兵庫県向郡住吉村。滋賀県在籍。ありがとうございます。